い怖い。そんな怖い顔するから。みんながドン引きしてるじゃないか。人殺しの雄一くん。雄一、嘘だよね。だけど運営からペナルティが下ったなら真実ってことだろ。待って、人殺しはさすがに、きっと事故よ。不幸な事故とかで。事故じゃないよ、雄一くんは正真正銘の人殺しだよ。しかも3人も死なせてる。事故以外の理由で3人も人を殺してるって、それじゃあもうただの殺人鬼じゃないかよ。そんなお前が普通に勉強して普通に遊んで普通に笑ってたんだよな。人を殺したやつと同じ場所で同じように過ごしてたって考えると、はっきり言って気持ち悪いよそれ。やめろしべ、人にはそれぞれ事情があって時には話せないことだってあるんだ。天神、なんだそりゃ、まるで俺にも事情がありましたみたいな言い方だな。お前みたいに何の不自由もなく生きてきた奴には理解できないだろう。まあそれも父親の悪事のおかげだがな。てめえ、言っていいことと悪いことがあるだろうが。思ったことを言った先だろ。お前の丸だよ。やめなさいよ、二人とも。やめなさいよ、私も帰りたいよ。何か言ってよ。あなたの口から真実を教えてよ、雄一。言うなんて。はい、黙る。まあこうなるわな。もういいや。ん？